あぶねえ、あぶねえ、これは危ない、今は危なかった。あ、別に映って危ないものなどはないんだけども、私ないんですけど、別にね、まあ、こちら私の相棒ペリカンですね。はい、多分これペリカンじゃないんだけど、私はペリカンと呼んでいます。可愛いでしょ、なんかコダックみたいで可愛いでしょそう、このぐらいですね。あの、寒いじゃない、暑いけどさ、暑いけどこういうものさ、こうギュッてしてたい気持ちってわかるね。あー、鴨の橋、確かに確かに鴨の橋かも。なんだろうねこれ、わかんないんだけどさ、コタン可愛くないね。これね、うん、私が保育園の多分ね、確かね、年長ぐらいの時にニトリで買った記憶がある今でも売ってんのかな、わかんないけどさ、めっちゃこれ新品のが欲しくて、ニトリ全然行く機会ないんだけど、行ったら見るようにしてる。なんでこれ買ってくれたんだろうね、パパとママね、まさか買った時こんなにさ、長年大事にされると思ってなかっただろうね。私ね、結構いろいろ持ってる。あの、東京にさ遊びに行った時、 IKEA に行ったんだけど、なんかなんかね、こういうちょっと意味のわかんない、こういうちんちくりのね、宇宙人とかも買っちゃったりしてねずっと机の上に飾ってあるんだけど、大事にしております。こちら宇宙人です。なんだろうね、今の抱えてるジラちゃんが可愛い。え、ありがとう。じゃん、やあやあ宇宙人、そう宇宙人、この子お気に入りです。宇宙人も可愛いです。これみんな IKEA だよねえ、なんかさ、揚げ物とか言ってるねえ、確かに美味しい、美味しいよ。私の顔の代わりに宇宙人が今日はお話しします。ピョピョカオカミャンシ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 ャン。今日私の代わりだから、宇宙人、私今日これ私が宇宙人になっちゃった。あーれーいててててて翻訳頼む。確かに私もね、なんてたか分かんない。やっぱさ、昨日からキャラ変してるんか。してない、してない、してないよ。このように可愛いね、これ。え、何キャラになった、私何キャラになった。あー、倒れちゃった。どういうことやねえ、たい焼きありがとうございます。私今何位なの。夏になったらさね、こうまとめたくなっちゃうから、私まとめ髪が多くなると思う。いや、来年はもうちょっとなんかね、あの公演とか出ることを考えたら、研究生は固定だから、まとめ髪がいいなと思ってる。ハーフアップとかじゃなくて、絶対暑いじゃん。あ、この子や焼くってことでいいかな、バーベキューってことはね、BBQ はね、焼くってことでいいかな。この子焼かれるのかな。私が長年愛してきたアヒル。ちっちゃん可愛い、ありがとう。めちゃくちゃ可愛い。
ね、アヒルなのって突っ込まないで。長年の付き合いだったよね。そうなの、めっちゃ長年の付き合いなの。一時期ね、2,3 年しまわれてたんだけどね。そう、あ、部屋でバーベキュー配信ですか。それはちょっとなんかだいぶすごいすごいことしますね。皆さんできます、皆さんできますか、お部屋でできますか皆さんお部屋でできますか。皆さんができるなら私もしますけど こんにちは、こんにちは、うん、じゅっちゃん料理配信はしないの。できないの、料理配信できないの。料理はできるよ、でもしたらさお家バレちゃうでしょ。だからその理由でできないの私はそういう理由です。はい、だからホットプレートでなんかみんなでたこ焼きとかはすることあるかもしれないけど、がっつり野菜とか切ったりするのはあんまりできないんじゃないかなって思ってる。かな、夢仕事終わったよ、お疲れ、お疲れ様、お疲れ様。今日も暑かったね。今日も私暑かった。うん、暑かった。今日長袖で過ごしてたんで私、間違えて。意味わかんないよね。本当に間違えたと思う。服が、服を間違えたと思う。だからもう暑かったから今半袖で着替えたもん。私ね、夏になったらこういう半袖をここまでこあげちゃうの。わかる？こんな感じで、こんな感じになっちゃう。伝わるね。新潟33度、ね、そうだよね、そう、炎天下した、ね、仕事してきました、お疲れ様。氷を飲みます。それつまらないつまらない体育会系や。あー、そうだね、ここまで上げてね。もう夏はいかにさ、なんて言うんだろう、いかにどうさあれするかじゃない、なんて言うの、わかんないけど、布を少なくするかっていうかさ、ちょ言いたいことわかるでしょね焼けたくないけどみたいな。仕事でミスしてしまったら慰めて、まあそういう時もあるよ、そういう時もあるよ、大丈夫だよ、なんとかなるよ、なんとかなんない仕事もあるよね、そうだよね、なんとかなんないこともあるけど、なんとかなんないこともあるけど、まあ生きてればね、なんとかなるから。死ななければいい、あ、死ぬとか言っちゃいけないか、いや生きてればなんで、なんとかなる。恥ずかしいことあってさね、もう泡になって消えたいみたいなあるよね。そしてさあ、明日学校行きたくないなとかさ、明日バイト行きたくないなとか、仕事行きたくないなとかあるよね。そう、生きてるだけでみんな偉いから、そうね、まあもう必死に行きましょう皆さんも。そう、一気をしているだけでいいんです、それでもいいんです、生きてるだけで偉いから。だから自分は、まあ、ミスとかしたりとかしたら、まあ、さすがにね、自分はめっちゃ落ち込むの、めっちゃ落ち込むし、めっちゃ自分責めるし、うんってなるけど、まあ、生きてる、生きてる、死ななければいいと思ってるよ私は私は、うん、生きてるだけで十分だからって思ってる、大丈夫大丈夫って自分で思って、自分で2日ぐらいゆっくりかけて整理してる。私めっちゃ遅い人間だから、うん、別にそんな気にすることじゃないかもしれんけど、めっちゃ気にするし、自分の話をこそこそ話されてないのに、あ、今自分のことやってるかもってなる話がずれましたがね、はい、大丈夫です。お仕事はね、わかんないけど、私バイトはしたことあるけど、そういうさ、めっちゃ大事なね、そういうなんていうの、そういう社会に出たことはないからわかんないけど、
流れ星ありがとうございます。こんな感じだね。疲れ様、疲れ。私のお部屋にあるアルコール消毒は泡です。流れ星ありがとう。今日暑いね。暑いのよ。そうなのよ、みんな暑いのよ。ちゃんとさ、水飲んだ。お茶、なんか麦茶がいいって聞くよね、汗かいた時にはね。ペンギン、ペンギン、これペンギン、まさかのこれペンギン。私ねこれね、アヒルって呼んでる。まあみんなカモノハシとかなんか言ってるけど、私はもうアヒルだと思って、もう10年ぐらい一緒に生きてきたから、このこと3年ぐらいちょっとしまわれてたけど、私の成長は見てると思うよ、この子は。カモっぽいね。カモの橋、橋ビロ、これなんだろう本当に。でもさ、絶対さ難しい名前ではないと思う。タグはげちゃってるわ。くちばしがカモの橋っぽいね。ああそうなんや。まあ、まあ私はもうこの子のことをカモの橋って呼ぶつもりはないから、アヒルだから。アヒル、アヒルなんで、はい、アヒルなんで。いい匂いするんですよ。嗅げますか？羽なのか腕なのか、これ腕だね、わかんないけど。腕っぽくない？わかんないけど、ここが可愛いよね。わかる。だいぶくたびれてる。うん、これもともとこういうやつ、こういう、もともとこういうやつ。シャキッとはしてないよ、買った時から。これもともとこういう、こういうやつ、優しいやつ、優しいやつっていうか、もうこういうくたーってしてる、だるんってした可愛いやつで。ジュナが好きすぎて辛い、慰めて。それはもう慰められませんね。もうずっと私も大好きだよみたいな。足は水かけね、そうみたい。ここ可愛いね。そうそう、なんかもう夏休みの JK みたい。ね、ね、全然夏休みじゃない。もうちょっとかな、あと1ヶ月ちょっとかな、1ヶ月ちょっとだと思う。まあ学校によってだからね、わかんないけど、まあ、大体はみんな同じ日じゃない。1日2日とか違うだけな気がする。綺麗な締めのままで撮ってあるのすごい。そうでしょ、そうなの。それもさ、この子を洗濯したら、うちは ここに洗濯バサミだったかな、あ違う、脇にここにこうハンガー引っ掛けて、そうこういう感じでね干すんだけど、ぺっちゃんこですごいの。かわいいよ。初めまして、お保険です、ありがとう。よかったらフォローしてってね。ジュナ好きだよ。おお、これは怒られないのか。部活上がりの JK だな。あーあー、なんかこれ髪型的にお団子みたいな。テニス部とか。こんなメールが届いて助けてください。こんなメールが、どんなメールが届いたんだい。そう、そう干されてんの可愛いよ。見せたいもん今度。なんか見せられる背景で撮るね。ちっちゃん可愛い、ありがとう。ちゃん可愛いだって嬉しい。夏になったら汗かくじゃん。そういうことね。そういうメールが届いたらね。はあ。はあ。今までどんな部活してきたの？私音楽系しかしてない。習い事とかだったらあれだけどね。そういえばジュナちゃんのメール取ったんだったね。返信来てた、ありがとう、ありがとう。なんか今月めっちゃ取ってくれる方いてめっちゃ嬉しい。ニトリでたまに謎のものが売られている。あ、そうなんだ。全然ね行く機会なくて分かんないんだけどね。そうなんや。でもね、なんか人形とか売ってるよね。ね、
ちなちゃんはフローラルの汗だといいけど、私はあんま汗に酔うって言われたことはない。最近返信してない、ごめんなさい。どうしようこんばんは、こんばんは。最近メール返信してるかな、あんまり意識してないけど内容は読んでるよ。あ、よかった。なんかあれだね、なんか土日とかのそういう時に返信来るイメージがある。なんかふとした瞬間に、あ、いた、よかったってなる肉まんのクッションとかすごい欲しいんだけど、今度行こう。落ち着くよ、こういうふわふわなのにこうやってして顔うずめるの。でしたら落ち着くいたー、よかったわかりました、今日から短文だけど返信するから許して。わかった、許す。てっちゃんのメールに返信しないと眠れません。それはもう毎日の日課になっているってことでいいのかな。まだチャットしか登録してない。じゃあ次はメールもメールもどうですか。チャットはたかしが多いよねたかし、はらちゃんが多いかなみたいな。あ、たい焼きありがとう、こんばんは、やっほやっほー。あ、みんなね、あの悩み事があったらメールでどれだけでも口入っていいから、私の悪口は言わないでね私の悪口言わなければ、あの仕事の上司の愚痴とかなら全然あの書いてもらって構わんから私も編集してるよね。ねえ、なんかね、そうそう、それそのお前さ聞こうと思ってたんだよ。そうなんかね、だよね、やっぱそうだよね。多分届いてないから、あのあれアプリからしてくれたら確実に届くから、一回やってみてほしいなっていうことをちょっと言いたかったの、この前。そうでも言いそびれちゃったの、ごめんね。うん、俺の嫁ありがとうこれも毎日の日課になってない、結婚しての告白とねさあ、花もね、ありがとうそうそう、熱いプロポーズを私は毎日受けておりますね、みんな。そう、先日アプリ版不都合あったね。そうなの。でもあのメールよりかはさ確実に届くよ、俺なんじゃな。いいね、いいね。今は G メールが一番無難そう。ああ、そうね。今返信した、メール最近してくれてなかったじゃんだからね、アプリか G メールからしてくれた方が届くかなって感じ。リアコ黙った方がいい、黙んなくていいから、もういいから、あのずっと好きでいて。結婚2人目申し込まれちゃった、はあ、どちらにしようかないやじゃないキャリアメールだからかな、かな、なんかそんな可能性もあるよね。なんかね、そう今まで届いてないよって言ってアプリに変えてくれた方のはすぐ届いたから、そうよかった、お願いします。返信短文でもいいよ、短文でも全然いいから、うん、全然いいよ。メールの名前ってこっちになってますか。そうだね、そっちの時もあるし違う時もあるかな。お、結婚して、お、ありがとう。私結婚か、何歳ぐらいにすると思う私そんな決めてないんだけど、何歳にしたいなとかもないだけどさ、ね、ジェナのために G メールに変えたのは愛ですか。もう愛です、愛です。それは来月からアプリに変えてみようと。ありがとうね。そうごめんね、この前言えなくて、直接言うべきだったよね。23歳、私ね、私23歳、予想してて。ジュナ、4期はジュナだけだよね、知ってる、ありがとう。ありがとう。ハロー、ハロー。ヘイロー。
あ、なんかね、面白いね。こんばんは。こんばんは。かわいいな。ありがとう。ありがとう。ジョンキはなおちゃんもだよ。知ってるよ。知ってるよ。ね、見て。でっかい袋だと思ってさ、買ったの。ちっちゃかった。マジでちっちゃくてさ、私びっくりしたもん。えってあった。あのさ、本当にちっちゃいの。多分これで、これと比べてもらったら分かると思うんだけど、まさかの1個しか入るアンサイズみたいな。私結構想像してたのね、もうお菓子入るぐらいだと思ってて、そうお菓子とか入れたいなと思って買ったのが、まさかのこんなちっちゃさで、本当に届いて衝撃的みたいな。え、何このちっちゃいのと思った。だからね、全然いっぱいあるんだ、まだ袋。ほら、なんかお店屋さんみたいでしょ。ちょぼちょぼネットで買います。ちょぼ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 100均行ったらあるから、テキサスコーンスーパー行ったらあるから。ポチらんで行っちゃう。そんなことせんで行っちゃう。もったいないぜ。嫁、エアコンつけないよ。つけてるの。今日からエアコンデビュー。いっちゃあ、天秤で出た。無意識遅いにしたいちゃ。してくれんがけ。嬉しいちゃん。ちょぼちょぼ100均行ったら見るぞ私。一旦ちょっと100均巡りした方がいいんじゃない。わかんないけど。でさあね、送料かかるでしょ。見て、私がね、日本海側はフェーン現象で暑いです。暑いよね。そう、暑いの。本当にめっちゃ暑い。見て、めっちゃ前に私の好きなお店行った時のにちっこいもの買ったの。ちょっとで、この時にそれが入ってたものがこれに入れてもらえたんだけど、めっちゃ好き。これ、この袋めっちゃ宝だもん。宝物にして、まんじゅうも揃えたの。驚いた。マジで驚いた。それはマジで驚いた。懐かしい。私にとっては本当に暑いよね、車の温度計。そうそう、本当に30度ぐらいだから。あれね、もったいなくて実は開けれてないっていうね、このキーホルダー。真空になってんの。なんか野菜、カット野菜みたいな。もったいなくて開けれてなくて、ずっとこのまんまこのジップロックに入って私は保管してある。日焼け対策してる。してる。焼けたくない。多分真っ黒なる。毎年そうだから。でも去年めっちゃ気をつけたかもしれない。胃袋おさらい界隈してごめんなさい。全然、私の好きなもの食べてみて、美味しいから。私ね、駄菓子で一番好きなのそれかな。あとはなんか和菓子とかが好きだね私は。そうかな。あ、私が好きなドレッシングはごまどれだよ。エイプの T シャツとか着たりする。ねえ、すごい。知ってるの。知ってる。そう、好きなの私。そうねえ、ね、最近はそういうの着る機会もないんです。ごま買います。買ってね。もうそこまでお揃いするならさ、もうめっちゃお揃いしちゃおう。自分は青じそ。そう、青じそとかパセリとか全部味違うと思うんだけど、私何回かそのお弁当でが出た時にそのドレッシングしかなくてかけたらめっちゃ美味しくて、ごま以外にも美味しいものがあるんだって感動した。昔来てた。え、来てたの。すごいな。そう、私あのさ、シャークのパーカーわかるかな。めっちゃ高いんだけどね、あれを買いたくてバイトめっちゃ頑張ってた。ジュナの声パフォーマン
ちなこパフォーマンス顔が好きです。え、もう全部好きじゃんそれ。もう全部好きってことだよね。それもう全部好きってことだよね。ごまが好き、甘いし、そうごまなんかもう安定、ドレッシングの安定みたいな。え、でもさ、シーザーとかも安定なのかな、あれって分かんないけどね。シャーク、サメ、そうそう、サメのパーカー、ここまで締めれちゃうのジャック。調べてみて。そうかな。でも最近は可愛い系の洋服着てある。可愛い系ね、アイドルなので。え、嫌ですか、フラフラしますよ。え、なんでなんで。じゃ、嫌だって言ってないじゃん。う、嬉しいって言ったじゃん。全部もう好きじゃん、私のことって言ったじゃん。私すなるよ。コールスロードレッシング、え、何それ。コールスロードレッシング、何それ、わからんの。お高いですね。お高いんです、お高いんです、本当に。3ヶ月以上私はバイトしなきゃ買えない値段だね。私本当にバイトサボってたから。照れるなよ。なんだよ。そうね、可愛い系のズムちゃんが一番かな。でしょ、そうなの。だから系統変えた。すねたらすんって顔しながら配信見ますよ。私多分ね、一人のせいではそうならないと思う。急にみんなからアンチが入ってきたり、みんなから私の意見を反対されたら、私はもうふんってなるかもしれないけど、それ以外はなんない。配信終わったら急にパタッってなるかもしれないけど。そう、でも今のところね、嫌なコメントとかもさえはないから大丈夫。一回この前ね、どうしたらいいか分かんないのがあったけど、無視してました。ブロックするのもね、バレるから。16日いない、次男いないなんて投げる気起きるから。なんで行きなよ。楽しむ気持ちに魂は宿りますよ。そうだよ。そう、最近私ね、友達にもそれ使うようになっちゃって、そのほら、あのよくさ、私の会話に出てくるあの女の子。あの女の子がいる、ね、あの女の子の名前つけよう、ちょっとみんなで共通にできるように。ね、なんかつけようよ。何ちゃにする、おにぎりちゃにする、何ちゃにする。おにぎりが好きなお友達なんだけど、おにぎりちゃんでいい。私が明日になったら忘れてそうなんだけど。こんばんは、なんか不思議ね。奥配信あるとぐったりするだけある。うーん、長時間やったりしたらか。でも配信は楽しいから別に全然そんな、うん、別に奥でもなんでもない。全然だよ。何の名前、その私の写真とか撮ってくれたり、私の、まあ、新潟に遊びに来てくれたり、私が富山に帰った時は毎回遊んでくれる、ずっと昔から、昔、ずっと昔って言っても中3、中2、中2の終わりぐらいから長くなった子なんだけど、そう、私がもう中学校の中でいる友達って言ったらもうそのぐらいかなみたいなぐらいのめっちゃ仲いい女の子、自信持って言える友達っていうお友達がよく私の配信で名前が出てくるんだけど、名前は出さないけど、出せないから出さないけど、女の子だよ、ちなみに。もう全然この子だよってみんなに見せてあげたぐらいなんだけどさ、そう、まあさ、その子がいるんだけど、その子おにぎりが好きなの。だから新潟に来た時におにぎり巡りとかしたりとかね、あのバンダイのこのコラボのおにぎりも食べてたよ。そうかな、だからそう、おにぎりが好きだからおにぎりちゃんって言ったらみんなに伝わるかなみたいな。そうだよね、そう、ネギだったらそうですね。女の子、じゃあ幼なじみ、幼なじみではないかな、中二ってことはね。でも今でもめっちゃ仲良し、本当に今もだしね。私のわがままを耐えれる友達、いや、もう分かった分かったみたいな、もうあっそうみたいな感じ。うちらその子はね、同級生だね。その子はね、ジュナって呼ばないの。私もその子のことを下の名前で呼ばなくて、お互い上の名前で呼び合ってるの、いまだに。あっそうとか言って、おいおにぎりみたいな。
あ、じゃあ鮭おにぎりだとしたら、鮭が上の名前だったら、おい鮭みたいな感じそんな感じで呼び合ってる中の子がいます。喧嘩したら、喧嘩、本当に喧嘩したことないんだけど、まあまあ、ずっとさ長時間一緒にいたらさ、ちょっと嫌いってなるじゃん。そう、でもその時は、まあ、こっちも折れるけどあっちも折れるけどあっちが最初に折れるよねみたいな、まあ、お互い大人になる一瞬ちゃんと、だからうん、どっちも折れるね、一緒に。問題事が嫌いだから、喧嘩とかもお互い嫌だから平和に終わる。だから別に全然そういうことはないかなみたいな。本当に仲良しのお友達ですこの前私いつもさ、いろんなサプライズでプレゼントくれるんだけど、そう、その子に初めてお礼したいつもありがとうって言って、そう、今日ってメール送った、送り忘れてましたすみませんあ、好きになる子は一緒にならない、うん、ならないね、ならないわ、うん、ならない、ならないわ。お互いなんていうの、昔ね、私がアイドルになる前の話だよ、だと思ってたで聞いてね、今じゃないからまあ学校とかでさまあ学校かとかでさ、いるじゃん、そう、なんか中学校の時とかお互いちょっとなんか気になるなみたいな子、その子の、まあ、私がかっこいいよねって言った相手は、相手からしたら別にだったし、相手がかっこいいよねって言った子は私からしたら別にだったのそう、だから合わないの、お互いのあれが。だからお互いはそういう話しないようにしてた。だからお互い分かんなかったよチャットの弁当食べる動画今日何回も見ちゃいました、すいません。チャットのあのシュールの動画あれ見ながらお昼ご飯食べた。はい、私は今何分配信していますか、ちなみになんですけど、多分今時間送られても私始めた時間分かってない私は何時に始めましたか。あの動画めっちゃ買い、またよかった、20分くらいかな、あ20分しか配信してないんだまだ、あそうなんだ、うん、めっちゃ喋ったからさ、なんかもうなんか30分以上経ってるかと思ってたあ33分してる、あそうなんか、あじゃあ見に来てくれて20分か。ちなちゃん修学旅行行った、うん去年行ったよ、去年行きました、ギリギリアイドルなる前だった、そのオーディション期間に行ったかな、だからそう去年の夏はもう大忙しだった、私毎週土日はもう県外みたいな、8月かな、もう8月の最初の週からも最後の週までも全部新潟名古屋東京新潟みたいなだった東京はその修学旅行で行ったんだけど、ジナに出会えてよかった、ありがとう、こちらこそありがとう。34分くらいじゃない、6時前からやってる、そうだね、6時前からやってるのはそう覚えてる、5時ギリギリ6時前みたいな感じだった、大変でしたね、もう全部自分のお小遣いでやってたよ、交通費は。大変だった。かわいい髪型、嘘もこれ髪の毛まとめてるだけだよ私多分夏になったらこれが多いかもしれない。もうね、あの夏は汗かくから前髪はともかくもうここにつけたくないから 割れちゃうでしょ、割るの私はもう汗でべったりだから、もうこうできたらもうファって真ん中で分かれてくれた方が私は好きだから。あとは夏はもうここに汗がついたらもう熱くて熱くてもイライラしちゃうから、もうすぐ上に上げちゃうし、夏になったら痩せる
ルナが好きすぎて。でも楽しかったでしょ。めっちゃ楽しかったよ、本当に。本当に楽しかったよ。毎週毎週楽しみなの。県外に行けるみたいな。そう。マジですごい楽しかった。もう夏が一瞬で終わっちゃったもん。だから私去年夏暑さを感じなかったそんな感じかな。ああそのショールームをちら見してくれたな。その時はね、私あんまり配信できなかったから、もう本当にバイト行って帰ってきて急いで配信してみたいな。もうはは疲れた、あごめんね今帰ってきちゃったの、あーとか言ってた私ねえ、いまだに残ってますよねあれは消えないのかなすごい。バイトって何時間ぐらいしてるの。私は本当に全然してなくて、もう1日2時間とかしか行ってなかったかな。そもそも学校がダメだったからさね、そう出張帰りでなければ見れなかったこの時間。そうだよね、なんか最近ごめんねこの時間にやっちゃって。そう私がなんかあなんていうの、安心してできる時間っていうのはそうここにいたら。そうだからさ、でもそう、ね、綺麗な首、そうよく言われる。新潟の夏は楽しみ、楽しみだよ。でもさ一人ってさちょっとな遊べないじゃんね、だからどうなるか分かんないけど、まあまあまあ楽しみますよ一生懸命ですごいな、もう全然だよ。ドタバタ配信そうよ、あと12回で訪問回数が100。おーすごい、お疲れ様です。お疲れ、やっとじゅっちゃんチャージできた、よかったよ。最近ね朝してないから遊んであげるよ新潟じゅっちゃんかわいい、ありがとう。私プール行きたい、海はクラゲがいるからやだ海はもう流されちゃったら終わりじゃん。プールは誰かが助けてくれるけどさわかるそう、嫁モチベ回復ありがとう。いや全然私もめっちゃさ今マシンガントークしたい気分だったからさ、もしでも気分っていうよりかはもう始めちゃったらもうめっちゃ喋っちゃうんだよね。終わろうとか言って終わんね、終われないじゃん、ね、あそうだね、私そうかも、私あんまり海行ったらそうだね穴掘ってるかもそうなんてね、どこだっかな、富山の海でね天原市海岸みたいなとこがあるんだい。そこにヤドカリとかカニとか、そう石の間に水があって、そこめっちゃ綺麗なんだけど、服部くんとかの電車通ってる、ね、そうあリカさんが一回インスタに昔投稿してたから1年前か2年前だったかなの夏ぐらいかな、そのぐらいの時にその画像が上がってた記憶があるんだな。海じゃない、海の画像じゃないけど、そこの向かいにある建物で撮ってたやつがあった。海さんかな。うへえ、お疲れ。富山に余力いるよ。私捕まえて家で飼ってたもん。交換用のさ、あのヤドカリのねあれとかも置いてた。富山にヤドカリ、そう。新潟は大丈夫、まあ、お盆過ぎはクラゲでいい。ああそうね、今はもう夏はもういないのかね。でも新潟の海はどうやって行けばいいんだろう。道の駅じゃないかな、それかもしれない。それだわ、うん、そうそう、ヤドカリと沖縄しかいないと思ってた。富山にいるよ、おいでそう、そこね楽しい。みんなこの割り箸に糸つけてて、何時まで決めてないここ割り箸にこう糸つけて、そこにあのこイカあんじゃん、イカ、あのイカあんじゃん、わかる、あの白色のイカわかる、ちょっと待って、えなんていうやつ、ドアスルした、ドアスルした、スルメじゃない、あれ柔らかいやつ、味が甘くてさ、サキイカ、いやそれかスルメ、いや違うな、サキイカかな。そうコンビニでさ
あのほら旅館とか、旅館じゃない、なんだろう、うちはバーベキューの時とか買ったりするかな。なんて言うんだろうな、なんて言うんだろうな、そうパパがおつまみにしてるやつ、あの白いやつかな、そうあれ、わかるでしょ、わかるでしょ、それをみんな持ってきてる。そう、あと私昔ヤドカリじゃなくてザリガニとか捕まえてた、楽しかったね。ザリガニ、ヤドカリ、カニはレアだったね、釣れたら。そう、今コンビニやから見よっか、あ見てくれんのハロー、やばいお腹すいた、お腹が鳴りそう、先イカか、あ先イカかもしれないな、なんかそんな気がしてきた。あのイカめっちゃ大好きだから、もうさ水に入れるのがもったいなくて、もったいなくて私食べてたザリガニはもし、あそうね、あザリガニはもうな、あのそのそういう系だったら何でも食べるから今は昔も釣り師なんだね、なーいどういうこ店内ジノの声響いてる、やだやめて恥ずかしいから私いらっしゃいませーって言おうかうん、私はあんま、うわ、あれなんだよな、私がめっちゃ釣ってたわけじゃなくて、妹がそういうの大好きだった。そこの海に向かう途中に100均があるから、そこで網とカゴ買って行ってた。あとはバケツにヤドカリ入れて帰ってきてたかな、くらい。あとは用水路みたいなところでメダカ捕まえてた。岩場で噛んだりしなかった、しなかったしなかった。なんかね、そんなめっちゃ高い岩じゃないから、ちっちゃい子でも全然歩けるようなところだった。あの体が全部入んないの、そこ本当に石がポコポコポコってあって、ちょっと登れる感じの石だから、今度受付で会えたらいい。であメールかな、数年前までメダカ飼ってた。そう、うちのばあちゃん家にちょっと待って、本当にさ、私さ、あのみんな話題持ってきたら私やめられないじゃん次々喋っちゃうよ。そう、うちのばあちゃん家メダカ何年来てる、あれ5年ぐらい来てんじゃない、すごいよね。うちに飼ってた金魚もうタイみたいになってんだけど、7年ぐらい生きてた。名前は賢者の子がつけてくれた名前なんだけど、2匹いてバスタとビスタだった用水路のメダカってみんな捕まえるんだよね。え、そうなんだよね。そう、やめさせないために話題探してます、やだもう私がずっと喋っちゃうじゃん。夏の夜は虫捕り楽しむよ毎年。じゃあカブトムシだな今年。去年も一昨年もカブトムシ行けなかったから、今年はカブトムシ捕まえたいなって思ってる。あのさ、昔さ、メダカじゃない、あれなんだ、オタマジャクシ捕まえてたの。だからあれってカエルに変わるじゃん。オタマジャクシをこう網じゃない、あのカゴの中で6匹ぐらい飼ってて、そう、徐々にさ一匹ずつ足とか手が生えてくるわけ。もう夜うるさいよね本当に。赤とか黒とか背中がラメで光ったりするとかさ、いろいろんだよね。魚、私魚釣りしたい。昔あの島台釣ってたよ本当にめっちゃ、そんな釣りめっちゃ釣りってわけじゃないんだけどね。そう、カブトムシとクワガタ、クワガタはレアじゃない、カブトムシは捕まえれるけど。そういえば昨夜自体時で賑やかだった私はこの新潟のお家にはまだ出たことないんだけど、私商店街じゃない、どこだろう、あれなんていうところ、
あれ何時とかやろ、ちょっと待ってね、思い出すわ。あれどこにいたんだっけな、すっごいでっかいの、どっでっかいのってめっちゃびっくりしたんだよな。どこだったか、駅のホームにいた駅のホームにいた。そう、めっちゃでっかい親分みたいなとことこのやつで、もう触覚ももう長い。あれが初めて見た G だったな。あ、メダカの話からめっちゃ飛びましたね。はいメダカ、そう、あ、メダカだと思って撮ったら船だったとかね、あるよね鯉か、船じゃなくて鯉だな。夏休みの自由研究ってどんなことしてた？私何してたかな？なんか作ってたね。なんかさ、うちの小学校は本当に自由だったの。本当になんか本みたいなのでめっちゃ研究してきてもいいし、なんかまあこう椅子とか机とか作ったものを持ってきてもいいしだったの。だったから私はなんだろう、なんかその夏休み小学校で出るのよ。今年は ここの児童館とかでこれやりますよみたいな、それに行って作って、それを自由研究にしてたかな。でかいと捕まえるよクワガタも。私も去年のこの時期にクワガタ見た。クワガタまだ生きてると思う。去年じゃない、一昨年、違う、生きてない。3年前のクワガタってさすがにだよね。私は夜歩いてたら木にいて、お菓子の袋に入れて持ち帰った柔らかいかくんって名前、それもなんかイカの名前じゃなくないまあ柔らかいやつ。チーだけはマジでダメです。そうだよね。いかん、でもなんかさ言うじゃん、羽がエビの味だっけ一緒みたいなね、言うよね。そしたらさっきか、それだね、多分それだわ。それゲンゴロウじゃない？え、クワガタ、いや違うと信じたい。あと私カミキリムシかな、あの背中にさ白の点々あるちょっと G みたいな形したやつ、あれを昔クワガタだと思ってて捕まえてたじっちゃんタイムカプセルって埋めたことある？ない。一回埋めたくて公園の穴を掘ってたんだけど、途中で無理だねって言って埋めて帰った今度クワガタ捕まえてじっちゃんに自慢してあげるね。してね、クワガタ取りならおいらに任せて。じゃあ捕まえたら教えて。じっちゃんかわいい、ありがとう。たい焼きありがとう、ワイルドじゅっちゃん。ハニマで見てくるありがとう。平田クワガタを今年も撮りたい。何レアなやつそれ。じゅっちゃんの話面白いね、近所の子みたいこういう話してるからでしょ今はしてないから私昔だから。ごまだら紙切りだよそれ。あ、それだね、ゴマみたいだもんね。そうだ、紙切り虫っていうことしかそんな詳しく分かんなかった。それがあれか、フルネームってやつか。白筋紙切りだね。何、みんなそっちがじゃん。まあまあ紙切り虫だよね自慢してる、ありがとう。去年ミヤマ見て、ミヤマクワガタ違う、むしろ今してた、むしろ今してて欲しかった。でもあれだよ、今まだ夏じゃないからしてないだけじゃない。時間もさ、そんなさ、ここに帰ってこないとそういうことできないじゃんね。ちょっと今なんか言っちゃったけどむしろ今ね、そう、まあ、富山に帰んなきゃできないことだからさ、それはね。だからまあまあ、私がやった時はまたメールで言うよみんなに今日はどこどこで、どこどこで捕まえたいよ言えないか、今日は釣ってきたんだーみたいなね。
今日メイク薄いね。そうよ、薄いよ。今日だってファンデしかしてないもん。そうですね。なんかめっちゃメール戻っちゃった。メールじゃない、ちょっとこの何コメント戻っちゃった。びっくり。どこまであれしたらいいんだろう。あ、この辺だな。僕もしっかり捕まえてね。うん、捕まえるよ。みんな私が虫網でこうやってひどいね。釣っちゃうよみんなのこと。みんなも逃げないように私がずっと捕まえとくから、早くみんな十ちゃん色に染まってね。そう、捕まえられたオタクいますんで、はい、捕まえたら餌あげるんだよ。ちょっと放置しちゃおうかな。毎日おはようは言うわ。虫でこんなに盛り上がれたね、びっくり。自分もちなの糸から離れなくなりました。じゃあまだ釣られてるってことかな。可愛いイメージがね崩れちゃうよね。まあまあ、こういうギャップもあるよってことでね。釣られました、餌ください。なんか育児放置みたいになってない私。使わないね。確かに釣られたな、やった。じゃあ釣られたなら、じゃあこの旗つけちゃおっかね、ハンマークつけちゃおっか、そこのユニコーンの隣にね。ねえ、朝に虫網持ってこんばんは。お散歩行こうと。いいね、少年心。いいね、いいね。教えてね。ほら X とかでさ、ハッシュタグつけてよ。釣られました。じゃあみんな何欲しいか言っといて。キャップにやられて気になってる。誰が可愛いイメージしなかった。私可愛いイメージしなかったの。あれはそこら中で捕まえられてますから。そうだよね、最近X上げてない。だと思った。いないもん、いないもん。あ、面白いね。みっちゃんかわいい、ありがとう。あ、ちょっとなんか今日はね、黒 T にネックレスっていうシンプルコーデにしました。そういえば知り合いがジュナのに食べたテイクスあげてたよ最近。見とこ、探そう。てっちゃんかわいいね、ありがとう。ないもん。わかった。待っとくわ、前につけようか。いいの、いいの、やったつけて。気持ちはメールで伝えるでしょね、あげられない理由があるんだもんね。いいじゃん、一回ちょっと堂々とあげてみて。怒られて。あげるから怒らないで許してよ。許してちょう。許すケロ。気になってます、ありがとう。じゃあフォローお願いします。はい、そんな感じです。最近編集 MX もサボってる、やばい、やばいじゃん。多分ママにめっちゃ怒られる。確かに男女読みしますね、そろそろ。めっちゃ喋ったよ私。いきます、13位から呼びます。13位、ボンタガカワさん、ありがとうございます。12位、ストーンさん、ありがとうございます。11位、山形かかしさん、ありがとうございます。10位、ときめいこばさん、ありがとうございます。9位、バッカさん、ありがとうございます。8位、ビールバラさん、ありがとうございます。7位、パンダのテオさん、ありがとうございます。6位、サルッチさん、ありがとうございます。5位、サカシューさん、ありがとうございます。4位、ライトさん、ありがとうございます。3位、アリニスタさん、ありがとうございます。2位、タカシさん、ありがとうございます。1位、リアタさん、ありがとうございます。ありがとう。いっぱい急に始めていっぱい喋って急にね、やめるって言ったけど、みんなありがとう、見に来てくれて。今日もみんなお疲れ様。お疲れ様でした。
明日もこの時間わかんない、わかりません、明日朝かもしれない。いいよスクショタイムしよう。じゃあじゃ あごめん、アヒルじゃなかった、ペリカンやった、ごめんごめん、これペリカンやった、さっきド忘れしちゃった。じゃあペリカンと一緒に写ろっか。じゃん、どんなポーズしよう。いきまーす、せーの、そう、これペリカン、前髪で隠れてる今日はね、まばたきしないようにしたよ。イエーイ、少年、少年、少女、なんて言うんだあれ、ちょっと活発な感じをね、今日は生意気な感じでやりました。そう、私ずっと昔からペリカン言うと忘れとった、さっき急に忘れてしまって、あ、昼言うてもった。はい、そんな感じですね。イエーイ、なんかギャルみたいな服着てんな今日本当はね、本当にギャルってね、こういうラフな格好してるんで、みんな覚えておいてください今日 X あげます、約束します、約束です、みんなもお願いね。はい、ありがとう。うん、ペリカンあぐらかきながら配信してた。あ、でもちょ、ねえ、なんでバレたの、ねえ、なんでバレたのねえなんでバレてんのね、なんでバレてんのそれもさ、みんなさ、普通にあぐらだと思ってるでしょ、これ。あれだからね、ローラー付きの椅子の足置き場にさ、小学生の勉強机あんじゃん、あれの椅子の足置きにあぐらの足のさ、ところ置いてるからさ、このなんていうの、あぐらのここの部分は宙に浮いた状態だよあ、ちゃんとあげさせていただきますね、お願い、ありがとう。ってことでね、皆さん終わりますね。この格好の方が楽だったって感じなんですけど、これなんか朝のさ配信みたいじゃない、うん、ほら、ちょっと彼女感あるでしょ。今日はギャップ配信出した、出したでしたでもずっとあぐらしてたわけじゃないからね、みんな私 ほとんどちゃんと足地べたつけてたよ、ちゃんとこう丸いちっちゃい椅子に座って、普通にこんな感じだったから、たまに体勢変えてただけだよ、最後のあぐらだっただけへへー、やっほー感じですかね。じゃあ終わりますね、皆さんありがとうございました。じゃあね、ちゃんと寝てね、お疲れ、バイバーイ。